こう、ここまで来たら、ここにあって、こう、そこで、後ろから、こうやって刺したね。ナイフ持ってるようなそのイメージしてて、こう、当たって、柔らかくして、こう、捕まえてね。で、落として、ね。倒れてる間にもいられるし。ね、あそこで、ね、押して、じゃあこれだ、ほとんどのシラットとかそういうフィリピン格闘ではこうやって、ね、この部分だけ集中して実際にこう喧嘩ってこの部分だけ集中してみるそう自分もそんな自信だよでも同じくねこうそうそうだから、反撃させないっていうさっき言ってただからこれから同じような意識で自分がこう前に要はこう相手を通してこう前に進むような意識するけどこうじゃなくてこうパンチが来てるこうしない繋がりがなくなるわけ自分のその体勢さっき言ったようにその、バランス強くする自分のその足の下から地面の下までにこうちゃんと根っこがあるような、ね、ラインに対して潰してこう入れるでそこで、うん、なってますし上げてままあっても、ね、そこで挟んで全部倒れてねうーんちょっとなんかうーんへいへいへい手上げてる状態だったら全然いけるでしょこうなってると優位的な状態になる OK ありがとうこうだね。ね。だけ入れてから。ワン、ツここまで来て、一回目つぶし入れて、怒り、引きながら頭突き入れて、そこから持つ、ね。ちょっと自分のグリップ潰す。昨日話したように。こうやって掴むんじゃなくて、引っ張る。気を来ると思っても、うん、来てもいいだろう。最初、入って、今前の足になってるでしょ。だからこっちに向かして、こう、ね、自分の関連が。したいところまで活動になって進んで進んでなると全然違うもう一つの柱があってこれだけじゃなくてこれ